比較、こんなのまあどうでもいいや。そしたらこれでいいね。そして西武線、多分ね新宿線だと思います。用水路でしょうかね。昔は畑とかね、田んぼがね広がっていたんじゃないでしょうかね。そしてところどころにお地蔵さんとかね、石碑とかね、なんか神社とかね点在しております。お寺とかね、昔の生活習慣的なものを感じられますね。生活なんだ、日常というか昔の日常を感じますね。交差点ですね、結構車が多い、ちょっとした水辺に鳥がね、カモですかね。これは西武鉄道だと思うんですが、西武鉄道のどちらでしょうかね。武蔵野市、そして練馬に向かいます。練馬の方に行くと西武池袋線が走っていると思いますね。もしかしたら池袋線かもしれないですね。この電車が走っているってことは池袋線ですね。地下鉄の車両です。大泉学園ですかね。まあまあ大きい神社でしょうか。幹線道路脇なんですね。結構鳥居がたくさんあるんですね。ところどころにね、ここは稲荷、まあいいや、そんな感じでね。でここはねちょっとだけね埼玉県に入ったんですよね。牛がいましたね。長久保堂って書いてありますね。でここはですね東志田って書いてありますけども、練馬区だと思いますね。光が丘駅でございます。大江戸線ですね、地下鉄の大きな広い道ですね。賑やかな街並みに入ってきました。そしてまたね、ところどころ住宅街があったり川が流れていたり、そんな風景が流れていきます。道地ですね、住宅街は、まあ、商店街、鳥居、神社、そんな風景が続いていきます。こう何とかって書いてありましたけどね、銅像が立っております。何でしょうかね、古墳、あ、遺跡なんですね。根の神遺跡って書いてあります。昔のね人の痕跡でございますね。そしてこの辺りから帰っていくんじゃないかなと思いますね。練馬区でございます。地下鉄で一行して帰っていきます。そんな感じでね、今回はですね府中市から始まって武蔵野市を通って、そして練馬区に入っていきましたね。まあ1月の冬のちょっと寒い、ほんのちょっとだけね埼玉県を通ったんですけどね、堪能しておりました。まあこの後はですねちょっとつまらないコーナーが続きますので、見なくても大丈夫ですよ。では旅を説明いたしましょう。のの字を描きながら旅をしていて、スタート地点はですね世田谷区からスタートしております。世田谷区から下に行きまして、高津区、宮前区、多摩区、狛江市、調布市、三鷹市、杉並区、渋谷区、目黒区、大田区、これ第1のの字ラインでございます。で第2のの字ラインというのは川崎の中原区から始まりまして、ずっと12、13、14、15、16、麻生区を通って、東京都の府中市を通ってですね、小金井を通って21、続くんですが、今回の動画はね、
ここのね、駒、練馬区からスタートします。前回の旅で、練馬区まで来ております。で、練馬区からスタートして中野区、そして新宿区を経て、で、港区まで行く旅なんですね。ちょっとここ、ごめんなさい。間違っておりますね。今回は、港区まで行きますので、よろしくお願いいたします。今回の旅はですね、野の字自転車全国市区町村旅の9日目の2012年の1月11日でございます。お正月明けでございます。第2野の字ラインの第2の巻ということでね、第1都道府県というのは全部ね、東京都を通っているという、そういう意味でございます。で、動画内ではですね、市区町村って書いて、区市町村って言ってるんですけど、今回、市区町村って言おうかなと思ったけど、ちょっとここね、直すの忘れておりますね。まあいいでしょう。まあとにかく22、23、24、25番目を行くということで、練馬区、中野区、新宿区、港区を旅をします。基本的に1月11日なんですけども、最初の練馬区だけは、前の動画でね、1月7日もね、旅をしているということになっております。で、集計なんですけれども、1月11日ですね。で、東京都と神奈川県を旅していて、市区町村は25行っております。東京都は全部で16行っていて、神奈川県は9個行っております。ということですね。昔作った動画の上にですね、新しくね、ナレーションを付け加えていこうかなと思っております。自分の声がね、ぶつかってですね、ちょっと聞こえにくくなるかもしれませんが、よりよくね、動画の説明がね、できるようになったらいいなと思っております。練馬区からスタートしまして、今回の旅はですね、練馬から始まって東京都の港区まで目指すという、そういう自転車旅になっております。このね、黄色いラインに沿って旅をいたします。ちょっと見にくいかもしれませんが、小竹町ですかね。練馬区からスタートしてですね、新宿区を通ってですね、